ご視聴ありがとうございます。大工マンです。今回は鼻の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲は、5フレットにカポタスト。C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で7種類。簡単に確認しておきましょう。C コードの形です。小指を3弦3フレットに足して C7 の形です。D7 の形です。こちらは主に4弦から下を響かせましょう。Em の形です。F コード、難しい押さえができる方はこの形。講座では押さえやすい簡易型を使います。この形です。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。G コードの形です。最後は G7 の形。今回の課題曲、花は4拍子、引き下ろし、引き上げ、1往復を4回繰り返して、つないでいきます。では左手でネックを押さえて音を消して、このストローク練習をご一緒しましょう。ジャッカー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 、ワンセットを2回ご一緒に4カウントで入ります。1 2 3 4。ジャッカー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 。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンは、ゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。では、メロディーラインへ入っていきましょう。前半の2行。まず1行目のゆっくりお手本を先に聴いてください。コード進行を見ておきましょう。C コードから F コード、C へ戻って G コードへ。ではこの1行目をゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。1行目が標準スピードに達すると、となります。続いて2行目、まずゆっくりお手本です。コード進行です。C コードから C7、F、C、G、C。では2行目をゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。2行目が標準スピードに達すると、
続いて後半の2行。まず1行目のゆっくりお手本です。コード進行です。C コードから F コード、E マイナー、D7、G、G7。では1行目をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。One, two, three, four. あいのしずくの花とじる。一行目が標準スピードに達すると、となります。続いて二行目、まずゆっくりお手本です。コード進行です。C から C7、F、C、G7、C。では最終2行目、ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。最終行が標準スピードに達すると、となります。今回の課題曲、花は歌詞が文語体で、現代ではやや難しく感じられますので、ここで簡単に解説しておきます。一番詩は紫式部によって読まれた和歌がベースになっているそうです。舞台は春の隅田川。うららかな川面に桜見物の船がたくさん出ています。その船を漕ぐ貝のしぶきが花びらのように散って光っている。その美しさを何に例えたらよいのだろう。2番、こんな良い眺めを見ずにいられようか。春の明け方。朝露を浴びた桜が私に語りかけてくれているようだ。そして夕暮れ、風に揺れる柳が手招きして私を呼んでくれているようだ。3番、錦の織物を広げたような隅田川の長い包みの風景。日が暮れておぼろ月が昇ってきた。まさにひとときひとときが値千金のこの眺めを何に例えたらよいのだろう。古き良き時代の都の春が織り込まれた名曲、しみじみと噛み締めながら歌いましょう。全体の弾き方解説は以上です。なお、フルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。さらにこの後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、花、フルコーラスお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくれば動画とのコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。